おはようございますリンナマンですで今日はねちょっとマーガリンを食べるのは情弱それ本当なのかっていうお話をちょっとしていきたいと思うんです。えー、なぜこの話をするかというとですね最近ツイッターでマーガリンを食べるやつは情弱だというのがね、まあ、ツイッターというか X だよねで盛り上がってるみたいですが、まあ、僕はね個人的になんかそういうなんかこの食品を食べるとどうだとかっていうそういう情報をよくねツイッターで X でさリツイートしてる人とか、まあ、インスタに上げてる人いるけどそういう人があんまり好きじゃないですよね。なんでかっていうとこれはこうだって言い切ってる人が多いけどそんな簡単なことじゃないし端的なことじゃないじゃん。エビデンスって言葉だってエビデンスなんて覆るわけだから、まあ、情報が偏ってるなと思うんであんまりこういうコンテンツをシェアしてる人が個人的には好きではないんだけどまあ俺の理論で言うとですねマーガリンを食べる人が情弱ではないんです。 実はマーガリンを食べる人は情弱だと言ってる人の方がよっぽど情弱だなと思っています。まあ情弱皆さんわかりますよね。情報弱者の意味ですけども、まあ、ちゃんと情報取れてないということです、えー。なぜマーガリンを食べる人は情弱だと言ってる人が情弱かというと、まあ、マーガリンというのはまあ昔からねその弱弱がな方たちがその危険だと騒いでいますが、あのー、まあ、これトランス型脂肪酸っていうねまあ、直訳すると狂った脂肪ですよ。 これが良くないって話なんです。でもあの日本のマーガリンっていうのはほとんど含まれてないんですね。健康被害の基準 100g あたり 2g なんだけど、国産マーガリンっていうのは 0.5g 程度のものが多かったりするんです。で実際ね国産のバターの方がトランス型脂肪酸が入っているケースが結構多かったりしますから、一概にマーガリンを食べる人がダメだっていう考え方がちょっと違うかなと思うんだよね。 まあ、例えば僕2年前にあのロスに久しぶりに行きましてディズニーランドに行った時にまあアメリカっていうのはほらあのファーストフード文化じゃないですかだからハンバーガーとかホットドッグをよく食べるんだけどびっくりしたのがねディズニーランドの全てのファーストフードがインポッシブルバーガーだったんですね要はあんなにビーフ大好きなアメリカ人たちがインポッシブルつまりまあソイミートとか要は大豆のねそのお肉代替のお肉でまあ作ってるハンバーガーしか売ってなかったんですよね。 だから牛肉を食ってるのは日本人だけだけけななと思うわけですなんかあの先進国で本当にこの和牛を食べてるっていうのは一昔前にさ毛皮を着てる金持ちみたいなミンクのコートとか着てる人今で言ったらそれも動物虐待じゃないですかもう時代錯誤だと思うんだけど昔で言うとそれが当たり前だったし金持ちの象徴だったわけですよそれぐらいのこう時代錯誤感を感じたりしますよね。 いやあのこれからさ AI とかチャット g p t を含めて AI とかあとはフェイクニュースって言われるもう本当に本物が嘘か分からないようなものが本当に出てきたわけですよ。だとするんであれば僕たちは情報を取ることは大事なんだけどその情報を一体どのソースから取得してそしてその,その取得した情報を何を基準に選択をしそして何を選んで実行していくかで人生が変わっていくわけですよ。本当にに何を選選んだかっていうう択の向こう側にね 僕たちの未来があるわけだからそそそもそものその情報のソースはどここなんんだだ誰から取ってるんだってことが重要ですよね、まあ、僕がオンラインサロンとかディスコードを運営している一つのポイントは、まあ、俺がこうキュレーションした情報だけ取っておくだけでも結構未来を変えることができるからみんな情報を探している時間もないだろうし俺が情報をキュレーションするよねっていう意味合いも持ってねディスコードとかの運営もしています。 ぜひ皆さん本当にこれからフェイクニュースとか訳が分かんなくなってくるし差が分からなくなってくるんですよね。まあ、だからこそ正しい情報を正しいソースから取っていくことをやっていってほしいなと思います。マーガリンを食べる人が情弱だと言ってる人の方が情弱だというお話をしました。ぜひね、そんなことを意識して正しい情報を取っていきましょう。それでは今日も素敵な一日をリンナマンでした。まったね